今日の県内の最高気温は四万十市江川崎で 36.6 度、本山で 35.9 度、上市大土地で35度と3カ所で猛暑日に。この3カ所に加えて高知市や四万十町久保川など16の観測地点のうち8カ所で今年最高を更新しました。あまりの暑さにタクシーの運転手ももう本当に暑くてたまらない。そんな今の時期に食べたいものといえばやっぱりかき氷ですよね。佐川町で今日から佐川かき氷街道が始まりました。旧浜口家住宅や集落活動センター鴨の里など7つの店舗で地物の食材を使った16種類のかき氷が楽しめます。まずご紹介するのはテレビ初登場の店、つむぎ工房吉。地元で親しまれていた焼き鳥店を改装して去年7月にオープンしました。越知町出身の樋本美恵さんが娘2人と切り盛りしています。大変お待たせいたしました。桜らんまんになります。どうして夏なのに桜なんですか？佐川町ってすごく桜が綺麗で有名なところで、これを食べてまた来年も盛んに行きたいなって思ってもらえたら嬉しいなと思ったので作りました。佐川町出身の牧野富太郎博士を主人公に来年の春放送される朝の連続テレビ小説のタイトルにちなみ、名前は桜らんまんかき氷。ゼリー、シロップ、クリームに至るまで桜の塩漬けで味付けしています。とろける。氷自体もすっごいふわふわで口に入れた瞬間口の中で溶けますね。でまたこの口の中に広がる桜の香りたまりませんね。出てきました。ウォーター、中から丸々1個桜餅が。このかき氷の中に入っていることによってすっごい冷やされてて美味しいです。さらに桜風味の豆乳プリンも隠されています。かき氷街道が楽しめるのは佐川町だけではありません。日高村のこちらのお店も新たに加わりました。日高村岩目地にあるレストランコーチです。オムライスで有名なお店ですが、社長が佐川町出身であること、店が佐川町に入るすぐ手前にあることから今年初めて参加を決めました。自慢はミントと越知町の土佐文旦のシロップをかけたかき氷です。佐川町産の自治地の練乳をたっぷりかけていただきます。冷たい。これ文旦の爽やかな感じとこの自治地の濃厚な甘さ、これが絶妙なバランスになってますね。他にも洋菓子店紀流園では佐川町産のブルーベリーを使ったかき氷を、居酒屋久川では自家栽培の梅を使ったかき氷を提供するなど、店舗によってバリエーション豊か。16種類が堪能できる佐川かき氷街道は9月30日まで開かれています。